さあ今週は木更木町3歳クラシック先生を占う結構大事なレースです。まあ、特にね、関西馬にとっては皐月賞前に一回中山走らせておきたい。でも中山でね、皐月賞の前のね、弥生賞とかスプリングステークスからガチガチにやっちゃうと、まあ、今度は連続輸送で故障が怖いとかね、疲れが怖いなんてことで、まあ、できればね、ここで賞金を稼いでおきたいところなんていうね、大事なレースです。まあ、ですので、ね、今回頑張って当てていきたいと思うんですが、まず1頭目注目馬、1番人気のサトノアーサーでいきたいと思います。まあ、注目にする理由はね、どこぞの POG で指名してるとかその辺の理由なんですけども、まあ連勝もね、その馬の強さしっかり見せてくれてるんで、まあ、サトノがね、毎年高い金出して大物の1頭2頭クラシック先生の中心をね、買っているというようなね、最近の流れからすればこの馬がクラシック先生の中心に躍り出るのは間違いないところというふうに言えると思います。まあ、そしてですね、またこれ例によって、人気順はネット競馬の想定オッズということになりますが、2番人気、ムーブ・ザ・ワールド、この馬はね、一応変えていこうかなと。まあ、この世代のね、初の重賞2勝馬ブレス・ジャーニーに対して肉薄した、まあ、首プラス鼻差にね迫ったなんていうことで言えば、まあ、この組がね、他の、スワーブなんとかとかね、その辺がこの後使っててくれればいい物差しになったんですが、まあ、なかなかね、ブレス・ジャーニーに負けた馬たちのその次っていうのが出てきてないんでね、判断つきかねるとこなんですが、まあ、そうするとね、この馬はちょっと買ってみて様子を見なきゃいけないなというふうには思っております。まあ、もしこの馬が、まあ、馬券は当たったとしてもこの馬は飛ぶようだったりしたら、ブレス・ジャーニーもそんなに強くないんじゃねえと、重賞2勝してるけどさというようなとこまで見えてくるんでね、まあ、その辺も踏まえて注目はしておきたいと思います。まあ、そして3番人気ダンビュライト、まあ、前走がね、 G1 でまあ2桁着順、結構負けすぎっちゃ負けすぎなんですね。まあ、この辺りのね、冬の重賞はね、 G1 負けた馬が巻き返してくるとはいえ、まあ、さすがにね、このクラシック戦線を占うぐらいのレースになってくると、まあ、2桁着順は負けすぎじゃないかなと。まあ、しかもね、朝日杯が中山だった時代はね、まだ紛れが多いコースとかね、そういう言い訳もちょっとできなくはなかったんですけども、阪神マイルに変わって、まあ、その言い訳も厳しいかなということで、ここは消していきたいと思います。で、4番人気プラチナボイス、まあ、この馬もね、消していきたいなというふうに考えております。まあ、一応ね、京都2歳ステークス6着が前走ってことで考えたら、まあ、京都2歳ステークスってね、まあ、例年低レベル、一応 G3 と格付けはいただいたとはいえ、まあ、近年ね、2歳3歳の重賞が増えすぎて、まあ、重賞を増やす前の格付けにのっとって考えたらいいのかなと。まあ、つまりこの馬は G3 って言ってもね、もともとの、僕らの感覚で言えばオープン特別勝ち程度の馬じゃないや、オープン特別で6着に負けた程度の馬ということになってくるんでね、ちょっと買いづらいなというふうに思っております。まあ、そして5番人気タガノアシュラ、まあ、G1 で負けたから消しとか言っておいてね、この馬はね、ちょっと巻き返すんだったらこっちだろうというふうに思います。っていうのもね、この馬2勝は過去のね、2勝とも圧勝、まあ、そしてですね、この圧勝の 2レース小頭数のレースなんですね。まあ、ここも登録11頭と頭数限られてますので、まあ、そうなってくると巻き返すとすれば、小頭数だったらスムーズにいけばこの馬が巻き返すなんていうパターンの方が、まあ、他の馬がどうかっていうよりは狙いやすいなというふうに思ってですね、ここで買いでいきたいと思います。まあ、POG とかなければこの馬が本命でもいいかなというぐらい狙いどころかなというふうには思っております。そして6番人気アメリカズカップ、まあ、この馬もね、買いでいこうかなと。っていうのも、まあ、朝日杯フューチュリティステークス出走組3頭のうち、この馬が一応最先着ということになるんで、まあ、つまり G1 狙ってきたような馬の中でも、まあ、ここに出てくる馬じゃこの馬が一番強いんだろうなというふうな推測になりますから、まあ、一応ね、これで買いでいきたいと思います。まあ、そして7番人気鈴鹿メジャー、一応ね、この馬も買いで、まあ、新馬戦勝っただけですが、その新馬の相手も話題のディープインパクト3区ということでですね、結構強い馬相手に勝った。まあ、そしてですね、
まあ確かに重傷でね、新馬勝ち一勝だけではきついよとか言いながらも、まあその、消灯数ですしね、案外大物が来るときは来ちゃうんでね、まあ7番人気ですけどね、まあ狙ってみて十分狙える馬かなというふうに思います。まあ以上で、ね、これで3連単5等ボックスならば多分当たると思います。以上ハッチーでした。